MVP は大谷のおかげ。ワールドシリーズ MVP 獲得の新人ペーニャが抱く大谷翔平への思い。2022年10月28日、日本時間29日に幕を開けたアメリカ大リーグのワールドシリーズ。フィリーズに対するのは5年ぶり2度目の世界一を狙うヒューストンアストロズ。11月5日にヒューストンで行われた第6戦では、アストロズの遊撃手ジェレミー・ペーニャ選手が新人野手としては史上初となるワールドシリーズの MVP に輝きました。そんなペーニャ選手がメジャーデビューを果たしたのが2022年4月7日のエンゼルス戦。実は大谷翔平選手に3球三振を喫し、手も足も出ませんでした。ペーニャ選手は大谷選手に対して次のように語っています。彼は投打でとてつもないレベル。でも自分はそのような選手と常に競い合いたいんだ。ワールドシリーズ MVP を獲得した男が語る大谷翔平の凄さとは。ペーニャ選手との関係を通してその秘密に迫っていきます。アストロズの新人がメジャーの洗礼を受けた試合。アストロズの未来を担う遊撃手ジェレミー・ペーニャ選手。ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の彼がメジャーデビューを果たしたのは2022年4月7日のエンゼルス戦。大谷翔平選手と初対決した試合でもあります。迎えたペーニャ選手の初打席、大谷選手のスライダーにタイミングが合わず3球三振。続く第2打席も3球三振に倒れます。強烈なスピードと変化を誇る大谷選手のスライダーにペーニャ選手は手も足も出なかったのです。さらに驚くべきは4月20日のエンゼルス戦。1番投手兼 DH で先発した大谷選手は初回、先頭打者のペーニャ選手を空振り三振に仕留めます。3回から4回にかけては6者連続奪三振。6回1失、カストロ選手に中センターを打たれるまで一人の走者も許さない圧巻の投球を見せたのです。完全試合とはなりませんでしたが、自己最多タイ12奪三振の好投はアメリカ記者をもざわつかせました。ニューヨークポストのジョエル・シャーマン記者はツイッターで次のように記しています。大谷は5回までにアストロズの打者全員から少なくとも一度は三振を奪った。11奪三振で、ああそうそう、彼は60球で完全試合を続けている。また MLB 公式サイトのアンソニー・カストロビンス記者は、調べたんだけど、翔平大谷は完全試合を達成すれば DH 史上初と冗談を交えながらコメントしています。大谷選手の規格外の投球を前に、ペーニャ選手は大谷選手から初安打を放つことすらできなかったのです。メジャーデビューから5ヶ月後に見せた成長。ペーニャ選手がメジャーの洗礼を浴びてから5ヶ月後となる9月10日のエンゼルス戦、彼の成長が垣間見える試合でした。ペーニャ選手の第1打席、追い込まれてからの4球目、大谷選手の外に曲がるスライダーを見事に捉え、レフト前ヒット。大谷選手と11打席目の対戦にして記念すべき初安打を記録したのです。第2打席は左翼手の好プレーに阻まれたものの、再びスライダーを捉え強烈な打球を放ちました。5ヶ月前は手も足も出なかった大谷選手のスライダー。メジャーデビュー1年目で確かな成長を見せたペーニャ選手は大谷選手について次のように語っています。彼は投打でとてつもないレベル。でも自分はそのような選手と常に競い合いたいんだ。これに対してネット上では次のような意見が寄せられました。大谷選手と最後に対戦した試合では初安打を打っていましたが、まだまともに真剣勝負されると格の差があるかなという感じはありましたね。2023シーズンにどこまで成長するか楽しみ。ペーニャ選手はいいショートストップで、数年でアストロズの顔になるだろうね。マスクもいいし。ペーニャは大谷翔平の高速スライダーに手も足も出ない感じだったが、
裏を返せばものすごい球を味わってきたことも彼の成長につながっているんじゃないか。ペーニャ選手が行った翔平大谷対策。大谷選手を攻略するにあたってペーニャ選手が取った対策は打撃フォームの修正でした。これまでペーニャ選手は投手側の左足を上げる打撃フォームでしたが、ボールのタイミングが取りづらいという弱点がありました。ヒューストンの地元テレビ局 KPRC2 のアリ・アレキサンダー氏によると、この弱点をつくのがうまかったのは翔平大谷です。ペーニャは他の選手と同じように大谷に苦しみましたと番組内で語っています。ペーニャ選手が打撃フォームを修正したのは、先ほど紹介した9月10日のエンゼルス戦。足を上げずにつま先をタップするすり足打法に変更したのです。体重を使って引きつけて打つことで、よりボールを見極めることができるようになり、第1打席大谷選手から左前打を放つ活躍を見せました。打撃フォームの修正についてペーニャ選手は、足を地面に早くつけることは自分のスイングでステップの一部をなくすことだ。以前は足を上げている時に球種を読もうとしていたと語っています。2022年9月10日以前のペーニャ選手は打率2割4分9厘、出塁率2割8分5厘、 OPS 6割9分5厘。2022年9月10日以降の成績は打率2割8分2厘、出塁率3割7厘、 OPS 8割6分2厘まで上昇。アレキサンダー氏は、このわずかな変化が過去6週間でメジャートップ15レベルの打者に変貌させ、ア・リーグ優勝決定シリーズの MVP 獲得につながったとペーニャ選手の活躍を評価しています。大谷選手との2022シーズン対戦成績は11打数1安打6三振。唯一の安打を記録した9月10日のエンゼルス戦は、彼にとって翔平大谷対策が実を結んだ試合でもあったのです。 MVP は大谷のおかげだ。ペーニャ選手が語る大谷選手への思い。2022年11月5日、アストロズの本拠地ミニッツメイドパークにて、アストロズとフィリーズのワールドシリーズ第6戦が行われました。フィリーズの先発はザック・ウィーラー選手。ペーニャ選手はレフト前ヒットを放つ活躍を見せますが、ウィーラー選手の前にアストロズは5回まで2安打に抑えられていました。流れが変わったのは6回、一死一塁の場面でウィーラー選手が投げた 96.2 マイルのシンカーをペーニャ選手がセンター前に弾き返します。一死一三塁でアストロズの3番ジョージ・アルバレス選手を迎える場面で、フィリーズはここまで70球投げていたウィーラー選手から左腕のホセ・アルバラド選手に交代。しかしこの交代が明暗を分けることに。アルバラド選手が投げた 98.9 マイルのシンカーをアルバレス選手がセンター方向に弾き返す3点本塁打を放ち逆転勝利。42,958 人のファンの前でアストロズは2017年以来2度目となるワールドシリーズ制覇を達成したのです。長い間ワールドシリーズで優勝する瞬間をずっと夢見てきました。ヒューストンの皆さん愛してますとペーニャ選手も喜びをあらわにしました。ワールドシリーズ MVP はペーニャ選手が選ばれ、これは新人野手としては史上初となる快挙。25打数10安打1本塁打3打点打率4割という素晴らしい活躍を見せ、守備でも好プレーを連発しました。ヤンキースとのリーグ優勝決定シリーズでは2本塁打を放ち、シリーズの MVP を獲得したペーニャ選手。実際フィリーズとのワールドシリーズでは、彼が打席に立つたびにアストロズのファンから MVP コールが湧き上がるほど、その活躍が注目されていました。アメリカンリーグ優勝決定シリーズに続き、ワールドシリーズ MVP も獲得したペーニャ選手。2つのシリーズでの MVP 獲得は9人目、新人選手としては2人目の快挙となりました。そんなペーニャ選手は、かつてメジャーの洗礼を浴びた大谷選手との対戦を振り返り、次のように語っています。大谷は
投打でとてつもないレベルの選手。その大谷に僕は完全に抑えられてきました。どうやったら彼のボールを打てるのか、いろいろと考え試行錯誤してきた結果、この打ち方にたどり着きました。ポストシーズンで MVP を獲得できたのは大谷のおかげと言ってもいいかもしれませんね。メジャーの洗礼を与えた相手に対するペーニャ選手なりのリスペクトが見られますね。これについてツイッター上では次のような意見が寄せられています。コレアの穴を見事に埋めた MVP 獲得のルーキーペーニャ、とても謙虚で2023シーズンも大谷選手との対戦が楽しみです。ジャッジも大谷も届かない MVP は価値が高い。来季はペーニャ対策が強化されそう。さらなる進化に期待大です。ペーニャ MVP すごい。2023年こそは大谷さんのいるエンゼルスが頂点に立ってほしいと切に願う。あの大谷のスライダーに全くタイミングが合ってなかったペーニャがワールドシリーズ MVP は興味深いな。ペーニャ選手のワールドシリーズ MVP 獲得の裏に大谷選手の存在あり、2人の2023シーズンの活躍に目が離せません。あなたはどう思いますか？あなたの意見もぜひコメント欄に書いて教えてください。また大谷選手を応援している、活躍をもっと見たいという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。